まあ、それでは、こちらの報告について、言語処理学会の報告について間が発表いたします。今回の、参加して、自分が興味を持った発表が以下の3つです。まあ、それぞれについて、簡単に触れていけたらなと思っています。まず最初1個目、検索情報抽出の回で、ウェブ検索クエリに対する、周辺語を考慮した強振なしエンティティリンキングという研究です。これは、日本語のウェブ検索に対するエンティティリンキングに関する研究です。まあ、まずクエリっていうのが、こうユーザーが普通に検索の時に打ち込む検索語で、エンティティっていうのが、まあ実在する概念で、エンティティリンキングっていうのは、まあ欲しい情報を、まあ取り出してくる知識ベースのものから取ってくるようなことを言います。これ、今まで研究されていたものはほとんど英語対象で、日本語があんまりなかったと。で、日本語の場合だと、まあ、分かち書きの精度に依存するそうで、例えばこうガリレオ天文学だったら、なんか検索の時にワードツベックを使えるけど、ガリレオ天文学者ってつくとうまく適用できない。でそういう問題に対して、じゃあそもそも、じゃあ携帯素解析を用いない場合だったらどう精度が上がるのかということで、まあ、用いない手法を提案しています。提案手法がこちらです。これは当日の発表スライドから引用したもので、その赤い左半分のクエリからエンティティっていうところで、クエリからエンティティの関連の強さ、それから既存の FEL というもの確率モデルをさらにこう補完するモデルを提案して、クエリエンティティモデルというものを作成していて、次にこう右半分の緑色のところで、まあ、例えばガリレオガリレってきたら、まあ周辺の天文学者とかっていうのを、まあ、LDA から生成される確率を、推定して、エンティティ周辺語モデルというものを作って、まあ、それぞれのモデルを使っていくという手法でした。まあ、これを用いたところ、結果としては、提案手法、この先ほどの手法が、F1 の値が、0.839、まあ、これ 0.123 上昇したということで、まあ、携帯素解析を用いない場合の手法の有用性を示していました。まあ、評価はどうやってやったのかっていうと、まあ、評価データをまあ個別に、2018年の12月とかからの2週間分のクエリから取り出して、そこからまたこうクエリエンティティクエリを抽出してという形になるんですが、そこは割愛します。じゃあ次に、意味役割付与におけるトランザクティブ分野適用というトーク題の発表について説明します。こちらはそもそも、テストデータを学習に使うっていう発想がありまして、まあ、これ正解ラベルは与えないんですけど、テストデータの答えが与えられてないものだけこう学習に使ってしまう。例えばこう解析したいテキストが手元にあったり、まあ、すぐ処理する必要がない場合、時間をかけて精度を出す場合は、こちらの、テストデータを学習に使うというトランザクティブ学習というものが使えるそうです。まあ、なんか実世界とかだも想定すると、まあ処理したいテキストがこう手元にあるっていう状態で、そのテキストに対する処理をに特化したいという場合に、こういうトランザクティブ学習というものが使えるそうです。で、今回、この研究の中でやられていたのが意味役割付与のタスクで、まずこう大規模コーパスでエルモを学習して、今度テストデータを使ってファインチューニングしたところ、まあ、性能の向上を確認しています。はい、このテストデータを学習に使うという発想がすごく面白いなと思いました。最後に、
ちら、要約の回で、NTT さんの抽出だけで良い要約は生成できるかということについて説明します。まずもうなんか要約となると、まあ生成セクトゥセックといった生成型が割とこうメジャーになってきて、抽出型、まあ、とりあえずこう文から切って貼ってっていうやり方がもうなんか廃れてるんじゃないかっていう、まあ、落ち着いてきてるんじゃないかっていう言われている中、まあ抽出型だけでどこまでいい要約を作ることができるのかっていうふうなものを検証した研究になっています。でここでいういい要約とは何なのかっていうと、まあ、評価指標がありまして、これ全部人手なんですけど、まず内容の評価、これはピラミッド法というものがあって、まあ、意味のなんかこうここを捉えてたらこれだけの重みを与えるっていう部分点みたいな評価をしているものです。でもう一個が、言語品質の評価、内容の次は今度あの文法性とか冗長性とかそういうものをそれぞれこう5段階で評価する、クオリティクエスチョンズっていうものがあります。それで評価して、まあ、いい予約かどうかっていうものを検証していました。で結果としては、内容評価が内容評価が高く言語品質が低い、生成型の内容評価は、最大値が1に対して抽出型の内容評価の最大は、まあ、大体 0.6 ぐらいで、まあ、生成型が主流になっているけれどそこまで大差をつけられているわけではないということから、以下の抽出型の要約の研究はまだまだできるんじゃないかというふうに、述べられていました。最後に所感です。今回の学会ではやっぱりこう入りなのかわからないですけど、こうニューラル系とか、翻訳に関する研究がすごく多いなと感じました。また、自分の少し興味のある分類問題は、Twitter といったウェブ上のものとかからや、議事録を利用したものが多く見られていました。まあ、特に、挙げるとするならこうツイートからこう性格を 分類するもの、あとは、議事録のトピック分析、これは、発言した議員さんそれぞれをこう文章というふうに見立ててその議員さんが何をどんな内容を話していたかっていうのをこう LD を使って推定していくというもので、まあ、それでこう最終的には議員さんそれぞれが何に賛成して何に反対しているのかというものを分類したいという研究でした。今回まあ紹介しきれなかったんですけど、まあ興味のある方は見てみてください。こちらに書いてあります。まあこれは完全に離れちゃうんですけども、ポスター発表をすごくいろいろ見たんですけど、やっぱりこう成果云々ではなくまずこう楽しそうに発表している人のところに多く人が集まっていたのかなという印象でした。まあ、短いんですけどこれで終わらせていただきます。